画の舞台でもおなじみの葛飾区、人情や下町情緒あふれる抜群のロケーションはもちろん、伝統ある文化や産業なども脈々と受け継がれています。そんな葛飾区の魅力を私ムーディー勝山、いえムーディー葛飾がご紹介いたしましょう。四季折々の花や木々と出会える町葛飾では、季節を彩る地域野菜が一年を通して栽培されています。葛飾のブランド野菜、採れたて生き生き葛飾元気野菜をご存知でしょうか。農業技術と農産物の品質向上を図るため、年に2回野菜の品評会を行っています。専門家と消費者の代表が審査を担当し、出品された野菜の即売会も行われます。今回は夏、冬、いや違います、秋野菜品評会に行ってきました。さ、葛飾区野菜品評会にやってまいりました。ということでね、皆さん知らないかもしれないですけど、葛飾区というのは意外と野菜がねすごいんですよ。葛飾元気野菜なんていうことを言いましてですね、こちらずらりと野菜が並んでいます。すごい品評会ということもあって、ね、すごい綺麗な野菜が揃ってますよ。キウイなんか勝手にね、あったかいところじゃないとこんなん育てられないのかなと思うんですけど、葛飾区でできるんですね。この後も一般の人がバーッと入ってきて、はい、最後に即売会みたいなのがあるので、ね、これだけの量さばけるんですか。大体売れちゃいますね。で、多分小松菜だとか、はい、今市場で大体100円ぐらいですけども、はいはい、おそらくもっと値段を下げて、もう投げ売り状態で売っちゃいますから。あんな良い野菜が、はい、ちなみにご主人はこれ作られた野菜あります？見せてください。ちょっとご主人の野菜見せてください。なんかこれですね。わっ、私が作ったこれですね。綺麗な小松菜、はい、人柄が出てますね。まっすぐな小松菜。例えば小松菜などは新鮮で美味しいのは当たり前ですが、綺麗で大きさを揃えたものを選定し、巧みな技術で綺麗に結束すると高い評価が得られるそうですよ。野菜のことなんかあんまりわからないんですけども、わからない僕でもこの綺麗さっていうのはわかりますよ。綺麗やな。葛飾元気野菜は収穫したての野菜です。どの季節も鮮度が抜群です。この栄養失礼いたしました。この栄養豊富で味も濃厚な採れたてもぎたての葛飾元気野菜は、こちらの目印があるお店で手に入るほか、葛飾元気野菜を使った料理なども楽しめます。皆さんぜひお越しください。